品川区は品川活力応援給付金として1人当たり3万円の給付を行います。また中学生以下のお子さんに対して2万円を加算して給付します。やったー、ありがとうございます。品川区でよかったー、ありがたい ね。さあ、そして品川区から給付対象者のいる世帯の世帯主に8月の5日から順次申請書を送付します。申請書はこちらの水色の封筒に入っています。はい、水色早く届けじゃあ団長、申請お願いします。あ、俺やんの？そうだよ、世帯主がやるので。あ、そっか、俺世帯主か忘れてたやるわお願いします。それでは申請書の書き方について説明します。じゃあしっかり鉛筆で書きたいと思います。いや、もうあの鉛筆やあとシャープペンシルのような消せるものは使えないということなので。消せるボールペンは？もちろんダメです。あかんか。はい、それではまずは申請書の表面から説明をします。封筒にはこちらの書類が入っていますが、はい、これを真ん中で切り離して申請するのに記入が必要な部分をパネルにしました。はい、こちら、はい、お願いします。じゃじゃーん。はい、はい、まずこの一番上の世帯主のところに、うん、はい、ここですね、記入日、氏名、うん、そして日中連絡の取れる電話番号を記入してください。はい、ここに名前を書いてハンコを押せばいい。はい、自筆で書けば、うん、ハンコはいらないということで。いらない。はい、お、続いてその下の給付対象者の欄、はい、こちらには送られてくる申請書にすでに対象者の名前が記入されていますので、間違いがないかどうか確認をしてください。はい、はい、その確認をしたら右側の希望不要のいずれかに必ずチェックをしてください。はい、ここまで記入ができましたら、一番下の振込口座の欄に移ります。こちらで1、国の特別定額給付金の振込先と同じ銀行口座へ振込を希望します。2、国の特別定額給付金の振込先と異なる銀行口座へ振込を希望します。そのいずれかにチェックをしてください。国の特別定額給付金っていうのは一人10万円ずつ給付してもらったあれやな。はい、そうです。ということはあの時品川区に国の特別定額給付金を申請した銀行口座と同じでよければ一番にチェックを入れるってことやな。はい、うん、国の給付金の時に別の自治体に住んでいたという方は品川区に情報がないので改めて資料を添付してもらうことになります。じゃあうちはどうするの？うちはもうずっと品川区なので前回と同じで大丈夫ですよ。ってことは1番？はい。で次はどうするの？ここで1番にチェックを入れた方はこれでおしまいです。はい、あ、簡単。はい、そして申請はですね、この封筒に返信用封筒が入っているのでこちらで申請をしてください。はい、申請書書いたら区役所に直接持っていけばいい？それは今ダメなんです。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために申請窓口は設けません。申請はこちらの封筒で郵送でお願いします。では2番にチェックを入れた場合について説明します。この場合も世帯主が申請するということ？はい、例えば世帯主である俺が今回は違う口座に振り込んでほしいなんていう時やな。そうですね。そして国の特別定額給付金の振込先として申請した銀行口座を忘れてしまったという方もこちらにチェックを入れてください。前に書いた口座を忘れちゃってて今回また口座書いたけど前と同じ口座やった場合は大丈夫？はい、それは問題ありません。それでは申請書の裏面に進んでください。こちらです。申請書の裏面一番上の欄に口座名義、そして金融機関またはゆうちょ銀行どちらかの振込口座を記入してください。国の特別定額給付金の振込先と異なる口座へ振込を希望する方は申請書に加えて次の2種類の書類が必要になります。まず世帯主の本人確認ができる書類のコピー、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポートなどですね。
そして振込口座の確認ができる書類のコピーです。銀行通帳やキャッシュカードのコピーを取ればいいってことだよね。はい、それでその時に必ず支店コード、口座番号、口座名義人が分かる部分をコピーしてください。はい、この表紙をコピーするんじゃなくて1枚目からここをコピーするってことだよね。はい、そうです。はい、そしてそのコピーは振込口座の確認書類の場合も世帯主の本人確認書類の場合も A4 サイズで取ってください。 A4 サイズ、この大きさ、必ずこの大きさでコピー取ってください。例えば世帯主ではなく奥様の口座に振り込んでほしい場合はどうするの？はい、その場合は申請書裏面の代理人申請をされたい場合のところに代理人の氏名、申請者との関係などを記入してください。この場合の申請者はうちで言うと幸が代理人でも世帯主である俺っていうことやな。そうですね。代理人申請をする場合は代理人の本人確認書類のコピーと振込口座の確認書類のコピーが必要です。それに加えて世帯主の本人確認書類のコピーも必要になります。幸が代理人の場合は幸と俺の本人確認書類のコピーと幸の振込口座の確認書類のコピーが必要ということやね。品川活力応援給付金というのは期限があるの？はい、申請は今年2020年11月10日当日消印有効となっています。申請はお早めに行ってください。ところで現在品川活力応援給付金に関する不審な電話が頻繁にかかってきています。十分ご注意ください。品川区などが ATM の操作をお願いしたり給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。絶対にありません。不審な電話や郵便、メールがあった場合は最寄りの警察署か警察相談専用電話にご連絡ください。怪しいと思ったらすぐにご連絡ください。よろしくお願いします。